ましょう。はい、ギターの宮古です。ギターの緑です。バンド名言えよ。そうですね、ラブボイスの宮古と緑です。なんで二人分言うんだよ。何ちゃんとラブバイツのって言わなきゃダメでしょ。ラブバイツです。はい、ちょっとね、皆さんからのお便りをちょっとここでね、はい、読ませさせていただきたいんですが、はい、まずね、栃木県の女性の方です。公務員の方なんですが、はい、ついになるべくしてグランドカウントダウン2019ラブバイツが1位になりましたねと。今夜のお客様、みどりちゃんとみやこちゃん、どうも日本人を呼び捨てにするのは抵抗があるので、私より絶対年下だしちゃん付けで、言わせていただきますが、どうもおめでとうございます。ありがとうございます。はい、大田区の新妻さん、男性の方ですが、みどりさん、みやこさん、こんばんはと。グランドカウントダウン年間1位おめでとうございます。ありがとうございます。先週の年間1位の発表には正直驚きました。まさかラブバイスがここまで順位を上げてきてるとは思っていませんでした。毎週投票していたわけではありませんが、自分の投票を1年間調べたところ、ラブバイスに一番多く投票しておりました。グランドカウントダウンの歴史に名を刻んだ感想は。いや、もう今言っていいんですか。いいよ、いいよ。いや、もう本当にね、日本人で初めてなんでしたね。そうそう、もちろん。いや、もうそんな光栄な賞って、あ、賞いただいてね、本当にもうありがたいな、みたいな。もうこれからも頑張ります。はい、はい、分かりました。いかがですか。いや、本当びっくりして。本当、はい、本当、確認しただけ。いや、本当びっくりしました。本当に光栄なことだと思います。本当にありがとうございます。俺もびっくりした。そうですね、そうです。僕もちょっとね、ちょっとね、データを管理しているリスナー、はい、千葉市の石川大輔君からのちょっとレポートを読みますね、はい。先週の番組で、番組開始31年目、ついに歴史が動きました。ラブバイツが日本人初の年間ランキング1位を獲得、さらには女性を正規メンバーに迎えるバンドとしては国籍を問わず初のチャンピオンでもあります。2017年にアルバムデビューしたばかりのラブバイツが2017年は8位、2018年が4位、2019年が1位と、わずか3年で達成するとは本当にお見事です。しかし、追う立場から追われる守る立場になると、その難易度は格段に上がってきます。これまでこのパワーロックデーのグランドカウントダウン年間1位は過去30年間で11組しか経験していない狭き門です。しかし2連覇はさらに難しく、これまで達成したのはボンジョビとメタリカだけです。やばい。3連覇は実例がありません。つまりラブバイツが2020年どこまで突っ走ってくれるのか期待しています。ラブバイツのファンは2017年12月当時、このバンドが年内最後の発表で26位だったのに、最終集計期間中だけで18ランクアップの8位へランクさせた熱い得票傾向があるので、今年もトップ争いは激戦になること、出場注目しています。とっても長いんですけどね。長いんですけど、とにかくすごいことだってことを言ってんですよ。そうですね。本当ね、ありがたいね。いや、本当に。でも確かに追われる側ってちょっと怖いですね。うん、やっぱ今年も、今年っていうか2020年度も狙っていきたいですね。だってアルバム出たばっかしですよ。そうですね。うん、しかもいいアルバムできたし。いやいや、本当、あのね、皆さんね、こう言ってますよ。じゃあちょっと代表でね、はい、常連の藤目浩平くんね、はいはいはい、正直なところ、ミニアルバムを入れるとこれまで、ミニアルバムを入れるとこれまでの3枚で積み上げてきたクオリティをニューアルバムが超えることができるのかと不安がなかったわけではありませんが、新鮮さとこれまで以上の勢いを封じ込めたこの圧倒的なクオリティ、次のライブ全曲完全再現でいいんじゃないかと思うくらいですと。早くも2020年代に輝く超傑作だと思います。褒めすぎじゃないか。褒めてくれますね。あれ嬉しいですね。褒めすぎじゃないか。でも本当にそう書いてますよ。うん、後で、あれかかるけど、はい、初の緑作の「ダンシング・ウィズ・デビル」は、はい、なんとなくホワイトスネークとかいろんなそのクラシックロックの大御所たちのフレーバーを思わせる、今までになかった新鮮な雰囲気で、これまた素晴らしい曲だって。ありがとうございます。まさにでもそうですね。そういうところを意識して作ったのね。はい、じゃあ後でちょっと聞くね。はい、うん、で、あれ今日イベントあったんですよね、どっかで。はい、今日インスタイベントで2件はしごして、ユニオンさんと、はい、ユニオンさんとタワー、はい、ね、これどこの話だろうな、
今日の本日のインスタイベントに行ってきたとね、はい、藤目がね、うん、何度も見ているメンバーですが、このニューアルバムを聴いた後だとさらに神々しさすら感じるようになっていました。しかし5人の変わらない気さくな人柄も最高ですと、うん、なるほど、うん、これの、本日のトークはなかなかのボリュームで、ドラゴンフォーストのツアーの裏話など貴重な話が満載でしたと。プレゼント大会も豪華で、イラストカードを5枚ゲットしているアンセムデカがサイン入りアナログ版を当選していました。これアンセムデカってアンセム以外行かないと思っていたら、ちょっと柴田にはレポートしといた方がいいな。告げ口、あの、いや告げ口っていうかアンセムをずっと追いかけてるアンセムデカが実はラブバイツファンで、イラストカード5枚ゲットしてサイン入りアナログ版も当選してたと。ラブ柴田怒ると思うな。まあ出禁になるじゃない。でも今もう改めてね、1月29日にも発売になっているわけですから、はい、宮子さん、はい、このエレクトリックペンタグラムっていうアルバムについて、はい、まあ6曲くらい書いてるんだっけ、半分ですね、半分くらい書いてます、まあ、12曲のうちの6曲ね、はい、改めてこのアルバムについて、あの作った本人としてどういう印象を持ってますか、はい、そうですね、まあ、やっぱりもう各もうメンバーがもう本当に成長して、うん、いろんな引き出しをこう増やしてきて、はい、技術も上げて、うん、もうそれがもう本当に集結できて、もう今の5人マジで最高だろっていう、そういう一枚に本当になれて、でしかもそういう評価が皆さんすごい評価してくれてるじゃないですか、はい、もう本当にだからもう嬉しいの一言ですね。まあでもね、本当にほら5人のね結束っていうのは、はい、例えば、うん、When This In The Line でね、はい、あさみちゃんがまあそういう歌詞を書いているけども、はい、でもやっぱりそのみどりさんの曲だとか、うん、あるいは全員が歌詞についてアイデア出したりとか、うん、ホーリーウォーだっけ、そうですね、うん、はい、そういうなんかその5人の結束っていうのは今回のアルバムの一つの大きなテーマっていうかさ、うん、にはなってるよね。いや本当にそうですね、うん、なってるね。だってあれなんかいろんなとこで言ってるけど、はい、When Destiny is Aligned って、はい、ワーキングタイトルラブバイツのラブバイツだったって言ってたもんね。そうですそうです、言ってたもんね。そうです、うん、まあ、それぐらい自信作だったってことです、うん、あ、そのぐらい自信作だったってことだろうね、はい、じゃあちょっと質問いいですか、はい、リスナーからいっぱい来てるんで、あ、どうぞどうぞ、はいはい、みやこさんは今回のアルバムに、はい、6曲提供されて、いますが、はい、一番つるっと完成した曲、あ、一番つるっと、あるいは一番最後まで悩んだ曲、一番つるっといったのは、はい、もしかしたら When This Is The Line かもしれないし、天才、あら、いやあ、そうなの、そうです、で逆にすごいなんじゃなんじゃってなっちゃったのはスワンソングでしたね。おう、あのスワンソングは結構、うん、なんだろう、曲作ってアレンジしてる時になんか2回ぐらい迷子になっちゃって、うん、この曲はどこにゴールを持っていったらいいんだろうって、だから1回しかもボツにしたことありますよ、このスワンソング、だからどこに持ち行ったらいいか分かんなくなっちゃって、うん、1回捨てちゃってっていうか、でちょっと時間を置いて、ちょっとやっぱこういう曲にしようっていうのがやっぱゴールができたんで、やっと今の形に持っていけたと。意外と苦労しちゃいました。これさ、スワンソングっていうタイトルが、まあその、まあ、あさみちゃんの歌詞ができてからかどうか知らないけど、はい、最後ピアノで終わるじゃない、はい、うん、それは何、当初からのアイデアだったの、あれ、あ、でもそれ最後の方にアレンジしてる段階で決めたことですね。本当、そうです、ほら、まあ美和子ちゃんはさ、まあ、クラシックずっとこう、はい、あの学んできたじゃない、はい、過去にも、ラフマニノフとか、まあ、クラシックから の、はいはい、その自分の影響を、ね、楽曲流し込んでいるじゃん、はいはい、このスワンソングも相当クラシックなさ世界観、ビシバシいろんなところに聞こえてくるね、うん、そうですね、まあ、特にうちのギターソロとかは、うん、あの本当のショパンの革命、もうそうだね、まるっきりそうだよな、もうまるっきり、うん、まあ、それを入れてみたりとか、うん、あとサビのメロとかはあのドヴォルザークの新世界っていう曲もちょっとオマージュだったりとかして、うん、ちょっとあの何ですか、いわゆるロマン派って言われる人たちのちょっとテイストをギュッと入れてみました。それがさ、はい、まあ、ちょっとスワンソング、ちょっと次かける曲じゃないんだけども、いやいや、スワンソングはね、うん、そうやってその美和子ちゃん の、 そのクラシックの学んできたことをいろいろ入れながらさ、はい、すごくね、聞きようによって 和のテイストもあって、つまりその日本人っぽいメロディーラインっていうのかな、はいはいはい、あ、かもしれないですね。そう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 、はいはい、それがそのヨーロッパのクラシックと、うん、
こう融合するから、うん、独特なね色合いが生まれてるんだと思うんだよ。あ、なるほど。あ、まあそれはちょっと私の視点なんでね、はいはいはい、あれですございますけども、じゃあちょっと一曲ここで聞きますけども、はい、僕みやこさんに、はい、セッツァワールドオンファイヤーってあれすげえ曲だなって言ったの覚えてる。ちょっとずいぶん前、ずいぶん前で、はいはい、うん、何ヶ月か、ね、何ヶ月も前で、はい、ね、したらどの曲どの曲違うんですよ、ワーキングタイトルって覚えちゃってるから、はい、タイトル変えたての時って、うん、どれみたいないつもなっちゃう。これどうですかこの曲は。あ、そうです。だからこれはみやこが、うん、スラッシュメタルを変えたらどうなるかっていう、あ、そうなんだ、ことなんですけど、うん、まあ、ちょっとみほの三段ベンジェンスとはなんかもうちょっとうちの色が出た曲になってて、まあ、特にうちがお気に入りなのはスインギターのパートですね。いいね、ギターそうかっこいいじゃんね、うん、あのね、うん、自分たち二人ギターだからね、ギターかぶるけど自画自賛しないよここにね、で自信さんがなんですよ。わかるでも本当ね、ちょっとまだちょっとあれだけど、はい、とにかく今回ギターさ、はい、二人とも本当頑張ったな。頑張りました、ね、相当、はい、どう、いやもう音数前回よりマシマシですよ。そうだよね、はい、さらにライブでやるの大変じゃないの。大変です。そうだろ